ハローグーテンターク。TSSCM の運営をしております。中条と申します。ドイツのベルリンに住んでおります。自己紹介はこんな感じです。今日はですね、アップシートというのをですね、やっていこうと思います。皆様はアップシートというのをですね、ご覧になったことはございますでしょうか？ Google Apps Script という、まあ、ガスですね、って言われているもので、大体できたものがですね、今回、Apps シート、まあ、正確に言うと Apps シートオートメーションというのがあるんですかね。それを使えば、まあ、ガス不要だよねってことで、まあ、スラックとか LINE に通知するなり、まあ、もちろん Google のサービスと連携するときに、ノーコードでできるようになっているとのことなので、まあ、私もまだ使ったことないんですけど、ちょっと使ってみようということでですね、皆さんと一緒に使っていこうと思います。で、この動画では、まだ Apps シートオートメーションをやらずに、まずはこの Apps シートっていうのをですね、Apps シートかな。まあ、まだ名前も分かってないんですけど、それをですね、やっていこうと思います。まあ、ゆるくですね、やっていきますので、ご了承くださいというわけで、画面の共有をですね、します。よいしょ。まずですね、この新規というボタンから、Google スプレッドシートですね、開いていただけると、まあ、ウダイのスプレッドシートをですね、開くことができます。例えば、Apps シートテストとしておきましょうかね。で、このですね、拡張機能からいつも、この Apps スクリプトを開くんですけど、この App シートですね。ここでアプリを作成というのができるので、これでですね、作成していこうと思いますが、App シートですね。Apps シートではないですね。で、なんかサンプルがもうすでにあるんですよね。サンプルアプリを見るってですね、こう、アプリのですね、テンプレートが見ることができます。例えば、プロジェクトトラッカーを選択していただけると、もうすでにですね、こう自動的にアプリがもうできているということですと。できましたね。イシューってたくさん書いてますね。で、名前があって、で選択をすると、こちらですね、ビューかな。で、まあ、名前を変えられたりするらしいですね。で、ニュープロジェクトで、まあ、新しく、こう、なんか、タスク1みたいな感じで、イシューかな？まあ、いいか。で、デスクリプション説明ですね。適当に書いてもらって、で、これですね。まあ、締め日とか、完了日とか書いてもらって、保存をすると、まあ、追加されるということで、結構便利ですよね。こう言ってもアプリがもうサンプルで用意されているので、あとはこれ変更するだけということらしいですね。で、これコピー&カスタマイズって、アプリの名前をですね、バックペースト等としておきましょうかね。で、ここからもまあカテゴリー選べるんですけど、今回このプロジェクトトラッカーを使いたいので、コピーアップですかね。そうするとですね、Your app is ready ということで、カスタマイズ Your app をしてみましょうか。そうすると、まあ、この画面になります。で、ここでですね、いろいろと設定、UX デザインを変えたりとか、まあ、データをですね、変更したりとかもできるっぽいですね。ちょっとこのアプリを実際にスマホでも見てみましょう。ここでもですね、まあ、iPad で見るときとか、あとなんか、実際にですね、デスクトップ画面で見るときとか、まあ、いろんなパターンがもうすでに用意されて、いると。こちらもスマホでも見えるようになっているみたいなので、スマホからもですね、見てみます。今、スマホの画面を接続しました。で、アップシートと検索していただけると、アップシートがですね、一番上に出てきて、このですね、右上のインストールのところですね、クリックすると、インストールが始まるかなと思います。アップロードが終了しましたので、オープンをして開いてみましょう。結構早く終わりましたね。ほんと、30秒ぐらいでインストールできました。で、Google からログインしますね。メールアドレスを選択して、選択するだけでもういいんですね。すごい。簡単ですね。ノーアイテムズということで。この左上のハンバーガーマーク。押していただくと、リーセントというのがあるので、
ここにですね、今作ったアプリがあるので、開いてみますね。あ、開きましたね。おー、すごい。こっちで見ていた、この画面が、今、実際にですね、スマホの画面からでも動かせるようになってますね。すごいですね。で、ここからプロジェクトを選んだり、まあ、新しく作ったりみたいな編集が全部、こっちでもできると。素晴らしいですね。いいですね。で、ちなみにここにですね、まだ not deployed と書かれているので、まだプロトタイプの状態ですので、これをですね、シェアしていただければ、まあ、確か10人まではですね、無料でシェアできるので、このアプリをみんなで使って、まあ、トゥールアプリを作るとか、なんか分析ツールを作るとか、なんかそういうのができるっぽいですね。で、これはですね、サンプルのプロジェクトだったんですけど、今回は、このですね、スプレッドシートをデータベースにしてアプリを作るっていうのをですね、やっていこうと思います。で、拡張機能のこのアップシートからまだアプリを作成することができません。これはなぜかというと、まだデータがないからですね。なので、試しにデータなんか入れときましょうかね。まず、唯一無二の ID が必要ですね。あと、なんでしょうね。商品名とかですかね。あとは、なんでしょうね。個数。値段みたいな感じですかね。色をつけておきましょうか。まあ、ID なくても自動的に振られるんですけど、なんかワーニングが出るので、ちょっと、まあ、わかりやすいように、ID をつけておきましょうか。ちょっと適当に書いてきますね。はい、今、データをですね、適当に入力しました。で、これを、拡張機能のアップシートを見るとですね、アプリを作成というのがですね、今、選択できるようになってますので、これをですね、クリックします。で、まあ、この画面はですね、一旦閉じていただいて大丈夫ですね。あ、まあ、一応選ぶようになったんですね。すごい。選べますね。これ、ゴミ箱を捨てると、まあ、デリートができて、こっちも消えてるんですかね。あ、消えましたね。すごいですね。なんで、まあ、クラッド処理というか、クリエイト、リード、アップデート、デリート全部できると思います。じゃあもうこれで早速カスタマイズヨアップをですね、押してもらうと、まあ、こうクリエイトで、まあ、ID をですね、つけることができます。はい。今 ID は必須になってますね。さっき消した何番だ ?7 番ですね。7にして、商品名ですかね。つけましょうか。何が消えたんでしょうか。ちょっと覚えてないですけど。まあ、なんか付け加えますかね。トマトとかにしましょうか。トマト。で、個数を増やすみたいな。で、値段も設定すると。い。で、セーブをすると、あ、もうすでに7は使っていると書かれていますね。なので、じゃあ11とかにしましょうか。はい。で、セーブを押すと、はい、トマトが加わりましたね。で、データベースにはトマトは追加されてないですね。なるほど。トマト3にしましたけど。あ、加わってますね。あ、すごい。ちょっと時間かかりますね。あ、加わった。トマト3になりましたね。すごい。これアプリからも見てみましょうか。先ほどのアップシートに戻っていただき、この戻るボタンですね。で、戻って、この、ちょんちょんから、アップシートですかね。ここ？押してみましょうか。すると、アプリが選択できるはずなので、シェアードウィズミー、まあ、シェアはされてないので、まだプロトタイプの状態なので、これですね。ノットデプロイド。まだデプロイはですね、してないので、誰にもシェアされてない状態ですので、クリエイティブバイミーですかね。ここから、今作ったアップシートテストというのをですね、選択していただけると、あ、出ましたね。すごい。もうアプリになってますね。ちょっと、プラスマークからなんか追加してみましょうか。例えば、プレートシートを開いた状態でやります。ね。で、ID というわけで、じゃあ ID30、商品名、バナナ、個数、500個、値段、3000円。高いバナナですね。おー、バナナ追加されますか？スプレッドシート上でも ID30 のバナナが追加されましたね。
すごい。いいですね。検索もできる。リロードもできます。おお、なるほど。まあ、上のこの辺押してみました。まあ、この辺はちょっとよくわかんないですけど。まあ、でもまあ、できてそうです。すごいですね。ここにのシェアボタンあるので、シェアを押すと、URL が発行されるんじゃないか。で、まあ、WhatsApp だったり、LINE だったり、Twitter とか Facebook で、まあ、シェアすることができるという感じですね。いかがでしょうか。結構簡単にできましたね。意外と、すぐデータベースを適当に作って、そのままですね、アップシートでアプリができるようになりましたね。で、こちらのですね、アッドショートカットというボタンがあって、ここを押すとですね、スマホの画面に追加できます。なので、もういちいちこのアップシートのアプリを立ち上げなくても、このアップシートテストですね、追加で、自動的にですね、スマホの画面に今アップシートテストが加わってますね。なので、もう、あとはですね、このアップシートテストをクリックするだけで、もう自動的にこれが開かれるので、結構もう本当にアプリとしてできちゃいますよね。これかなりすごくないですかね。まあ、結構ですね、10人以上とか、あとはもしくはなんかもっと使用頻度が高くなったりとかする場合は、多分課金が必要なんですけど、まあ、無料版でもですね、ここまでできるっていうのは素晴らしいんじゃないですかね。まあ、もっとですね、LINE に通知とか、Slack に通知っていうのも、アップシートオートメーション使えばできるっぽいので、ちょっと、そういう動画もですね、もしですね、この動画が再生回数伸びたり、あと、いいねの数が多かったらですね、そっちの LINE との連携とかもですね、やろうと思いますので、もしよければ、いいねをしていただけると嬉しいです。コメントも大歓迎です。こんなのやってほしいとか、何々と連携してほしいとか、アップシートじゃなくて、こういうのもやってほしいとかも大歓迎です。ぜひですね、コメントしてくれると嬉しいです。それでは、皆様、良い一日をお過ごしください。チュース。またねー。ハローブーテンタック。私、中条隆之と申します。この講座では、ゲームエンジン、Unity を使って、クラスターのワールドを作っていきます。Unity で 3D の空間を作ったら、メタバースプラットフォーム、クラスターでワールドを公開してみましょう。スマホでこの公開したワールドに入りますと、このようにアバターで入ることができます。そのアバターは、スマホで作ることができます。またその作ったアバターでワールドに入って、ね、ぜひコミュニケーションもしてみましょう。例えばチャット画面で「はじめまして」というと「はじめまして」ということができ、もしかしたら他のユーザーもですね「はじめまして」と言って歓迎してくれるかもしれません。私、中条隆之と申します。ぜひですね、この講座を使ってメタバースの空間をですね、作ってみてはいかがでしょうか。次の世界を作るのは君だ。ぜひ Unity 入門クラスター講座ご受講くださいませ。このチャンネルでは、毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。毎週月末の金曜18時にはテーマを1つ決めてライブ配信もしています。知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり、作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしています。また現在は海外に住んでおりますので、現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。 TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズも運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。